ジョルジュ・オスマン、ジョルジュ・ジェーヌ・オスマン、ジョージス、ユージン・オスモン。1809年3月27日から1891年1月11日は、19世紀フランスの政治家。1853年から1870年まで、セーヌ県知事の地位にあり、その在任中に、皇帝ナポレオン三世と共に、パリ市外の改造計画。 パリ改造やパリの行政区再編を推進した。この都市改造はフランスの近代化に大きく貢献し、現在のパリ市外の原型ともなっている。1809年、第一帝世紀のパリにてアルザス出身の家庭に生まれた。父はナポレオン一世に仕えており、主に政権の財政面を担当していたため、パリの金融界に顔の利く人物であった。 この際に培われた父の人脈はジョルジュ・オスマンが立身出世を成し遂げる上で役に立った。1815年のナポレオン失脚後に成立したブルボン家復興制に不満を抱いていた金融界は背後で反政府活動を行う勢力に資金の供与を行っていた。オスマンは金融界と反政府勢力の間で仲介役を務めたと考えられる。 1830年、フランス七月革命が成功して、国王のシャルル10世は亡命へと追い込まれると、自由主義にも理解がある。オルレアン家のルイ・フィリップが、王位についた。ルイ・フィリップは、銀行家の期待に応え、彼らの利益を擁護した。こうした中、オスマンは20代で、ビエンヌ県の県庁部長に就任するという異例の、出世を成し遂げた。しかし、7月王政。 ルイ・フィリップ期では極めて厳しい制限選挙が取られていたため、ルイ・フィリップにも銀行家の王などの批判が浴びせられた。こうした状況下で当時没興しつつあった中小ブルジョアジーや労働者による選挙法改正運動が高揚し、1848年のフランス2月革命へと繋がった。細く入り組んだ路地裏だらけのパリ市内で、 革命勢力はバリケードを作り政府軍に対して抵抗を続け、ついに革命は成功して、ルイ・フィリップは亡命、第二共和制へと移行した。しかし、ブルジョア共和派と社会主義者の対立などから政治的混乱が続いた。上、かつては革命の主体だったブルジョアジーが社会主義の台頭を恐れて保守化し行ったため、国内に 政治的安定をもたらす強力な指導者を求める風潮が強まった。こうした中、1848年末に大統領に就任していたナポレオンの老いルイ・ナポレオンが1852年に国民投票を経てナポレオン三世として皇帝に即位した。第二共和制当初よりオスマンはルイ・ナポレオンを支持しており、ルイ・ナポレオンが皇帝に即位すると、 まもなく1853年にパリ市を含むセーヌ県知事に任命された。セーヌ県知事オスマンが取り組んだ最大の事業がパリ改造であった。まず、入り組んだ路地裏を取り壊し、道幅の広い大通りを東西南北へと走らせた。また、外線門や広場から放射状に広がる大通りを建設した。こうして交通網が整えられたことでパリ市内の物流機能が 大幅に改善された。また、現在では、観光名所として名高い西ヌ川の中洲に位置する、し島、ノートルダム大聖堂などがあるは、19世紀当時においては、貧民屈と化していたが、佳境、道路建設などを通じて、雰囲気を一新させた。その傍ら、新進気鋭の建築家を登用して、ルーブルグー、新オペラ座などの建設も進められた。 こうした首都の大規模な改造は、パリを訪れる各国の政治家を強端させるものであり、ナポレオン三世の意向を高めることにもつながっていた。街の景観を保つことにも配慮がなされ、建造物の高さは一定までに制限された。衛生面においても、上下水道の整備が進められたことで、大幅な改善が見られ、これら発生の抑止にも貢献した。大通りに並ぶ街灯の数も増やされ、 万国博覧会で訪れた日本人もその風景を称えている。こうした一連の改造計画はオスマン化とも称され、この際の都市計画はフランス国内にとどまらず各地における都市建設の手本ともされた。オスマン化の恩恵を受けインフラの整備が進んだパリ中心部とそこから離れたパリ周辺部の居住環境に差が開いたため富裕層が中心部に居住し、 貧困層が周辺部に追いやられる、住み分けが徐々に進展した。この、オスマン化の進展と、並行して、プランタンなどの大規模店舗、デパートが次々に開店された。冬輸送の婦人などを、購買像として狙っており、貴婦人が買い物を楽しむ習慣が形成され始めた。また、こうした、大規模な都市開発事業は、当時盛んだった、鉄道敷設と合わせ、 多くの労働力が必要とされた。そのため、こうした一連の開発事業は、雇用を創出することにもつながった。19世紀前半までのパリは悪臭に満ちた、不衛生な都市であったが、オスマンは、見えるところの、美化だけではなく、見えない部分に対しても、浄化と衛生化のための都市改造を行った。遠隔地から水源水を導いて配給して、 かっこ給水を目指し、また暗渠式の下水道網を首都の地下に張り巡らせ、回廊式下水道を完成させた。1870年、オスマンは当時の内閣との対立から知事の職を退いた。同年末、ナポレオン三世はスダンの戦いでプロイセン軍に捕らえられ失脚し、フランス第三共和制へと移行した。フランスプロイセン戦争。 不屈戦争敗政による混乱の中、一時的にパリで労働者たちによる社会主義政権、パリコミューンが成立したが、わずか2ヶ月程度で軍事鎮圧された。この背景として、2月革命で反政府勢力を助けた路地裏がオスマンの都市改造によって亡くなったため、コミューン側の兵士が市街戦においてバリーードを作れなかったことが指摘されるフランス第二帝政。 都市計画を参照のこと。県知事辞任後、一時ボルドーの近くへ移住した。その後、コルシカ島で一時公職に就くが、晩年は回顧録の執筆に力を入れた。1891年1月、パリで死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。